いよいよ本番ってわけだ。せいぜい楽しませてくれよ。くたばり。この俺を侮るな。目のおかげだ。腕上げたな。今回ばかりはお前たちがいてよかったぜ。この俺が引き返すことになるとは。あいつまだ動けたのか。まさか逃げられるなんて。放っておけ。また来たら倒せばいいだけだ。次は必ず息の根を止めてやるがな。あのピッコロさん、ありがとうございました。その
また僕に修行つけてくれますか？分かっているだろうが、俺の修行は厳しいぞ。死にそうになっても文句を言うなよ。はい。貴様らが人造人間か。やっと面が拝めたぜ。お前も気がついたか、ご飯。はい。孫悟空はなぜか勝負を焦っている。すでに全力に近い飛ばし方だ。それなのにあのざまは何だ？ダメだ、これ以上は見てられん。ピッコロさん、下がれ、孫。こいつは俺が相手をする。お前に我々が倒せると思っているのか？俺も貴様らと戦うために修行をした。行かせてもらおう。何をしても無駄だ。これをなめるなよ。待たせたな。覚悟はいいか？魔漢光殺法。何をしても無駄だ。本気でやろう。すぐに分かる。本気でやろう。すぐに分かるぜ。貴様らガラクタ人形を倒すのはこの俺の役だ。ベジータ。20号に逃げられたか。おい孫、調子はどうだ？まだ心臓病は発病していないようだが。でも調子は良くねえな。
せめて薬ぐらいは持ち歩くようにしたらどうだ。今はとりあえず体を休めておけ。俺が悟空の家に薬を取りに行くから。そうだな、無天老師様のところが安全だろう。そこで待っててくれ。悪いな、ヤムちゃん、みんなに迷惑かけちまって。では俺たちで二重を追いかけるぞ。ドクター・ゲロの言いなりになるのも尺だが、俺たち人造人間もとりあえず目標が欲しいからな。私がやる、来なよ。言っておくが、俺は手加減はせんぞ。相手は強敵だ。俺が出る。俺は地球人やナメック星人やカカロットと手を組んで戦うぐらいなら、一人だけ戦って死んだ方がマシなんだ。素晴らしいコメントだ。俺も出れば2対2でちょうどいいだろ。ただ見てるだけじゃつまらないと思っていたところだ。ちっ、厄介な。逃がさないよ。私はあんたの相手をしようかな。油断はできん。行くわよ。こいつはどうだ、クライナー。これを舐めるなよ。ほらよ。食らわないよ。やるじゃないか。こいつら全く疲れた様子を見せないな。引っかかったね。逃がさないよ。調子に乗るよ。待たせたな。覚悟はいいか。魔漢光殺法。こいつらの体力は底なしか。すぐに分かるさ。グッサン、僕も戦わせてください。修行のおかげか、ご飯の成長が目覚ましい。今の俺とご飯の力があれば、あるいは。体調はどんどん悪くなる一方だな。まだ病気になってねえから薬も飲めねえし、今のオラじゃ戦っても足手まといになりそうだ。でも今のままじゃ誰もあいつらには勝てねえ。勝てるほど強くなるためには
修行するしかねえんだ。ピッコロ、ほらの代わりに精神と時の部屋でご飯に修行つけてやってくれねえか。おめえならきっとご飯のパワーをさらに引き出せるはずだ。僕にそんなパワーがあるのかな。ごはん、おめえも本当は分かってるはずだ。自分が修行で随分と強くなっていたこと。精神と時の部屋とは考えたな。分かった、引き受けよう。だが強くなるのはご飯だけじゃない。俺自身も鍛えて奴らに対抗できるようになるつもりだ。ピッコロさんも分かりました。僕頑張ります。見つけたぞ、17号、18号。そろそろ吸収させてもらおうか。よる死ぬのは貴様だ。くい、吸収してさらに強くなりやがったな。ご飯、俺たちで何とか時間を稼ぐぞ。はい、わかりました。おお、予想以上にやるじゃないか。これは一旦引いて気を伺うべきか。くそ、俺たちだけじゃいつまで持つか。この気を、ピッコロ、ゴハン、ほらも戦うぞ。体も重いし、熱くて息苦しい。こんなところで1年も。食料も水も揃っている。これは確かに修行に打ち込めそうな環境だ。ここで修行ってどんなことするんですか。悟空はお前をまずはスーパーサイヤ人にしろと、そしてそれをさらに超える修行をつけてやってくれと言われている。それに加え、俺からはお前がまだ不足している部分を重点的に鍛えてやろうと思っている。僕に足りないもの？
お前の潜在能力は父親の悟空よりも高い。だが、その力が出せても、感情に振り回されては意味がない。感情をコントロールするんだ。今から焦りや怒りに振り回されないよう、意識して戦ってみろ。感情をコントロール、やってみます。お前が戦いが好きではないことは知っている。だが、地球が滅んでは元も子もない。気合を入れていくぞ。怒りや焦り、恐怖をコントロールしながら力を爆発させろ。やってみます。やった。神と融合した俺にここまでダメージを与える。その調子だ。ぶったたいてやる。あいつを落ちた。効かないぞ。いくぞ。こっちだ。シャッハッシャッダッシャッハッ。俺が上手だ。たまれ。魔空包囲弾。まだまだこれからだぞ。心を落ち着けるのって思ったより大変だ。その調子だ。今の感覚を忘れるなよ。さあ、誰が戦いに来るんだ。孫悟空かベジータか。完全体になったセル、戦わなくても分かるほどの強さだ。だが、俺に行かせてくれ。修行の成果を見せてやる。え、ピッコロさんが。と、あいつにもなんか歓迎があるんだろう。みんな、いいな。できる限りのことをやってやる。セルを倒してやるくらいはな。ピッコロか。予想外だったが、以前会った時よりも様子が違うな。面白そうだ。ああ、こっちもお前を倒すために全力で修行をしてきたんだ。行かせてもらうぞ。どの程度戦えるのか試してやろう。どうか。逃がさん。せよ。はっ。はっ。ザコが。こっちだ。ほほ。
思ったよりやるじゃないか。やはり強いだが、以前より強くはなっているが、この私を倒せるとは思えんな。隠れて何人も行くぞ。ダメだ。さて、そろそろ本気を出させてもらおうか。どうしたピッコロ、もう降参か。このままじゃピッコロさんが。やめろ。なんだその巨大な木は。面白い。次の相手は貴様にするとしよう。させるか。邪魔だ。死ね。早いよ、お父さん。あんな奴はもっと苦しめてやんなきゃ。ご飯。大丈夫です、ゴルさん。一瞬、怒りで頭の中が真っ白になったけど、すぐに修行の時のことを思い出して冷静になれました。そうか、よかった。セル、お前が目指していたのは最強なんだろう。それは僕に負けて叶わなくなった。だから諦めて降参してほしいんだ。どうした、先ほどの生意気な態度は。思った以上だ、セルのパワーアップが。今度は私が貴様を殴り殺す番かな。させるか。また貴様か。わざわざやられに来るとは哀れだな。何と言われようが
俺にも意地がある。ご飯、俺が時間を稼ぐ。その間に立て直せ。はい。こいつは耐えきれるかな。時間を稼ぐ。残念だが手を抜くつもりはないぞ。こいつは耐えきれるかな。覚悟はいいか。魔漢光殺法。激烈光弾。こいつは耐えきれるかな。行くぞ。こっちだ。遅い遅い。こっちだ。よっしゃ。はっ。なんだこの攻撃は。貴様も限界じゃないのか。そんなこと俺が一番分かっている。だがピッコロさんが魔空包囲だ。もういい。こうなれば地球ごと貴様らに消えてもらおう。好きができたら今なら魔漢の殺法は通じるかもしれない。俺が浮気だ。たまれ魔空包囲弾。まだまだこれからだぞ。全力で戦う。それだけだ。くそ、これ以上は俺では。させんぞ。ダメだ。ご飯の木と対等だが、せめてセルの木を。くたばれ。今だ。セルに対して甘かったから。いや、きっと孫が戦っても同じような結末になっていただろう。しかしお前ら親子はそっくりだな。相手を殺さず見逃そうとするその甘さも優しさも。その甘さがなければこうして俺は今いないわけだが。ピッコロさん。ご飯、だから自分を責めなくていい。お前の優しさは間違っていない。そのままでいいんだ。僕、お父さんやピッコロさんみたいにもっと強くなりたいです。ああ、強くなろう。
さあ、来るなら来いよ。何？くらえ！な！貴様にはもう逃げ道がなくなったぞ。残念、惜しかったな。まだまだこれからだ。おっと、今度は本気でやらせてもらうぜ。おっと、じゃあ、じゃあ、はっ、来るな。しまった、戦いに気を取られて接近に気がつかなかったか。なんだあの変なやつは。とうとう記念すべき日がやってきたのだ。この私が17号18号と合体し完全体になる日が。貴様の相手はこの俺だ。たまれ魔境包囲弾。まだまだこれからだぞ。全力で戦う。まぬけめ。バカな。この私が。これで邪魔者は消えたな。さあ、勝負を再開しよう。いいだろう。決着をつけてやる。俺が上手だ。たまれ！魔境包囲弾。まだまだこれからだぞ。俺の勝ちだ。17号。17号をここまで追い込むなんてやるじゃないか、あんた。覚えておけ。孫悟空を殺そうとするなら、この俺が立ちはだかるということをな。ち、今日は妙な邪魔が入ったからな。孫悟空を殺すのはまた今度にするか。行くぞ、16号、18号。ピッコロさん、すごいや。たった一人で人造人間たちを追い返しちゃうなんて。ひとまず助かったぜ。今のオラじゃあいつらにも苦戦しただろうかな。まだ安心はできんがな。あいつらはまたお前を探して現れるだろう。だからお前も修行を怠るなよ、ご飯。セルの脅威、そして一時的ではあるが人造人間たちを打ち倒すことができたピッコロだが、次なる強敵に備えてご飯たちと修行を続けるのだった。